はい、こんにちは、116インズです。昨年は久々にプレイオフに進んだものの ALDS でアストロズに完敗。今年あと1勝足りずにプレイオフに進むことができなかったマリナーズ、悔しい結果に終わってしまいましたが、ただ若手選手が着実に主力となりつつありますので、補強であともうワンプッシュできればチームとして本当に変われそうなだけに、昨年の反省を踏まえて今年のオフは今度こそ補強を頑張ってほしいと多くのマリナーズファンは願っていたことでしょう。しかし現実にはここまでルイス・ウリアスを獲得したのみで、なんなら2年間平均以上のサードのレギュラーとして活躍してきたエウヘニオ・スワレスを2足3門でダイヤモンドバックスへ放出し、今季ついに開花の兆しを見せていたジェレット・ケルニックにマルコ・ゴンザレスとエヴァン・ホワイトの契約をつけてブレイブスへサラリーダンプに動くなど、なんとも夢がないコストカットの動きの方が目立ってしまってますよね。クオリファイングオファーを出す可能性がそれなりにあるのではないかと言われていたテオスカー・ヘルナンデスにも QO を提示しなかったあたり、彼を連れ戻す予定もおそらくないでしょうし、今季中盤以降 DH でよく頑張ったマイク・フォードもノンテンダーしましたので、オフが始まった時点で打線にあと1枚か2枚か加えたい状況だったはずが、今季のレギュラークラスが4人も消えてしまいましたので、補強のハードルを自ら上げてしまっています。ハードルを上げたのはいいんですけれども、全く補強の動きはないと。クリスマスも近づいてきていますが、プレゼントが来る気配は全然ないですね。まあ、野手の整理を行った背景にはチームとして三振を減らしたいという意向が絡んでいるのはわかりますし、補強が全然ないのも今年は移籍市場の動きが全体的にかなり遅く、特に野手市場はその傾向が顕著ですから、野手の補強を目指すマリナーズの動きも必然的に遅くなるのは仕方ないので、結果としてここまで成立した夢のないコストカットだけが際立ってしまっていると。ただ一方で気になるのはマリナーズは少なくとも総年俸の上では別にコストカットが必要と感じるほどの状況でもないこと。ではなんでこんな動きにマリナーズはなってしまっているのでしょうか。マリナーズの今季終了時点での選手総年俸はスポトラックによれば約1億3000万ドル弱で、これは MLB18 位の数値。MLB の平均値は1億6500万ドル程度で、中央値で考えても MLB15 位のホワイトソックスが1億6200万ドル程度ですので、まあそのあたりが中間くらいであると。それを考えるとマリナーズは3000万ドルくらい、普通かそれ以上のチームと比べたらお金を選手に使っておらず、かつ過去のペイロールを考えたら今よりももっと実額ベースで使っていた時期もありますので、昨今のインフレ等も加味するとマリナーズにはまだお金を使う余地がだいぶ残っていると考えるのが自然です。本拠地とするシアトルはニューヨークやロサンゼルスなどの大都市ではないかもしれませんが、決してスモールマーケットと呼ぶような地域ではないですし、マリナーズ編成トップのジェリー・デポトも過去にマリナーズはペイロールで MLB トップ10に近いところまで行けると話していたこともありました。ということはチームにお金そのものがないわけではなく、フロントに対して厳しい予算設定が課されていて、お金を使わせてもらえていないのが実情でしょうか。では一体何が問題となっているんでしょうか。そのあたりのマリナーズの財政事情の背景がここのところのシアトルタイムズの報道で徐々に実情が明らかになりつつありまして、どうもマリナーズは今後のテレビ放映収益が不透明となってきている点に強い懸念を持っているようなんですね。ここ1年くらい14球団の試合中継を担ってきたバリースポーツを運営するダイヤモンドスポーツグループの経営破綻をめぐり、多くのチームで放映権収益が不透明となりつつあり、地域スポーツネットワークに暗雲が立ち込めているのは皆さんもどこかしらで聞いたことはあるかもしれません。マリナーズは2013年にワーナーブラザースディスカバリーとの合弁で、マリナーズが 71% の株式を保有することでルートスポーツノースベストのオーナーとなり、自分の試合を放送する基盤をすでに手に入れていますので、バリースポーツで試合を中継していた他球団と同一の問題には直面してはいないのですが、ただ地域スポーツネットワークの経営の厳しさには直面していて、地元でルートスポーツノースベスト、つまりマリナーズ戦を見るためにはケーブルテレビに加入する必要があるんですが、このケーブルテレビサービスであるコムキャスト Xfinity が来年からルートスポーツノースベストを視聴するためには、基本料金に加えて1ヶ月あたり18ドル50セント追加で支払う必要があると10月に発表しています。まあ要するに値上げですね。これまでは基本料金でマリナーズ戦を見ることができたんですが、そこに追加料金が今後は必要になってくると。私のような熱狂的なチームのファンであればいくら値上げしようが問題にはなりませんが、ただそんなファンばかりではなく、そこまでお金払ってまでスポーツ見たくないよと考える人の方がどちらかといえば多数派でしょう。つまり来年からルートスポーツノースベストの視聴者が減ってしまい、テレビ放映による収益が減少する恐れがある。それすなわちルートスポーツノースベストを保有するマリナーズにとっても決して無視できる問題ではないようなんですね。またルートスポーツノースベストではマリナーズ戦以外にNBA のポートランドトレイルブレイザーズ、NHL のシアトルクラーケンの放映権も取得していて、保有するマリナーズもこの2球団の試合を中継することによる恩恵を受けていたんですが、この2球団の放映権を取得する際の契約はケーブルテレビ値上げ前の予想契約者数に基づいた金額にて、マリナーズも相当額出資したそうで、ケーブルテレビの値上げで契約者が減ってしまうとなると、想定よりもその2球団の放映収益も減ってしまうのではないかともされています。マリナーズが出資した当時に期待していたような収益とはならなくなる恐れがある点に、やはり危機感はあるのでしょう。また追い打ちをかけるかのように先日発表となったのが、ワーナーブラザースディスカバリーのルートスポーツノースウェストからの完全撤退です。
これによって来年1月からルートスポーツノースウェストは 100% マリナーズが保有することになるんですが、ワーナーブラザーズディスカバリーは試合中継の技術的なサポートを行ってきたため、その分の負担は今後マリナーズが担う必要があります。シアトルタイムズは関係者の話として来年2024年については中継に伴うオペレーションコストをオーナーであるマリナーズが吸収できるとし、少なくとも短期的には今までと同じように試合の中継は行っていけるようなんですが、ただそれでも相当な出費とはなるようで、契約者の減少と並んでこちらも収益面では大きな痛手となりそうとのこと。ルートスポーツノースウェストで働く人たちの雇用も不透明となっているようで、しばらくはテレビをめぐる混乱が続くことになりそうです。まあこういったテレビ放映収益が不透明となっていることがマリナーズの編成にも影響を与えているわけですが、ただじゃあ今くらいのペイロールでいいのかと言われるとそうでもなく、マリナーズは今季の1試合あたりの平均観客動員が MLB 10位の 33,215 人、チームがまた強くなってきたことで2005年以来の動員を記録するなど、本業ではちゃんと稼げているはずです。もちろんテレビ放映収益も大きな割合を占めていることでしょうし、そこが不透明だから節約するのはわかるんですが、さすがにそれだけの客足がありながらも MLB の平均を優に下回るペイロールなのはちょっとなぁとは思ってしまいますよね。別に誰も MLB トップ10相当の毎年2億ドル以上使えと言っているわけでもなく、せめて普通の球団くらいは使いなさいよというのが、まあせめてもの願いですかね。マリナーズファンが夢見た大谷さんや外獲得は実現しなかったので、今後補強するとしたらホルヘ・ソレアやリース・ホスキンス、ミッチ・ガーバー、このあたりはマリナーズが興味があるのであとすでに報道されている選手たちですが、こういった FA 市場にいる強打者を1人か2人獲得しつつ、あとはトレードなんかで予想していなかったような選手たちを加えて、厳しい予算設定の範囲でどうにかディポトさんらフロントがやりくりしてチームを作っていくのだと思いますが、まあまずはね、早いところ補強の話をこのチャンネルでもしたいですよ。このあたりがね、本当にどうなるかわからないので、今後どうなっていくんでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。